おー、めっちゃ晴れてんじゃん。眩しいくらい。二人とも島根県へようこそ。地元だからって得意げじゃん。出雲空港って縁結び空港って言うんだ。なんか可愛い。そうよ、出雲には縁結びの神様として崇められている神様がいるの。内田さん、日本でも有数のパワースポットなのよ。詳しいっすね、内田さん。なんか鼻息荒い。アーティストとして大成するには実力だけじゃダメなのよ。実力だけじゃ？そう、リップリップが大成するには応援してくれるファンやスポンサーが不可欠。今回のライブツアーは単なるライブじゃない。リップリップの運気を一気に上げるチャンスなのよ。ああ、気合い入りすぎですって。なんか怖い。そんなことない。リップリップが成功するためやもん。行こう。行くって、どこに？そうね、前日リハーサルまで時間もあるし、行きましょうひよこ、あの場所に。はい。おお、ここが出雲大社。すっごいよね。立派な拝殿。拝殿ってお前わかんの？え、愛蔵わかんないの？なんだよその顔。そっか、染谷くんは歌舞伎の名家育ちだもんね。まあね、神社は子供の頃からよく来てたから。あなたたち、さあお参りするわよ。インターハイの予選を突破して全国大会に出場できますように。絶対誰にも負けないアイドルになるんで、応援よろしくお願いします。日々見守っていただきありがとうございます。精進します。神様お願いします。リップリップを日本一のアイドルにしてください。そして私にもいい出会いをください。私にもいい出会いを。これテレビで見たことある。こんなにでかいの？立派なしめ縄。これを作るのに1年以上かかるんですってよ。なんか生き物みたいよね。生き物、確かに。なんだろう、竜？でかい蛇？そのどちらとも言われてたりするわね。せっかくだからちょっと勉強していきましょう。出雲地方は神話のふるさとって言われてて、実際に古代遺跡も見つかってるのよ。これが平安時代の出雲大社？すっげー、こんなの作れたの昔の人。実物は模型の10倍やろ。階段登るだけでトレーニングになりそう。出た、運動部の発想。本殿だから入れないんじゃない？そもそも。ブー。でもこの上からライブやったら気持ちよさそうじゃね？そうかも。もちろん古代の衣装で。それいいかも。そんな罰当たりなことはやめなさい。さあ、展示を見て回ったらランチにするわよ。のどぐろ、お団子、ぜんざい、全部おいしそう。駅も雰囲気あるよね。お、あれ人力車じゃね？そうね、出雲に来たんですもの。ランチは名物がいいわよね。名物？へえ、出雲そばって3段になってるんだ。つけ汁じゃなくてかけるんだね。割りごそばっていうのよ。おいしそう。いただきます。おいしい。うまい。割りごそばはね、昔の人がおそばをお弁当として食べるようになってこのスタイルになったのよ。へえ、お弁当。う千田さん、うちより出雲のこと詳しいですね。確かに。ギクッ。ツアーで全国回ってるけど、いつもより異様に詳しい。うん、なんか何度も来てるみたい。そんなことないわよ。3回目くらいだったかしら。結婚願望から良縁を求めて年2回は来てるなんて、この子たちには言えないわ。もちろん仕事は続けるわよ。この子たちを日本一のアイドルにするんだから、頑張りなさい、まゆ。なんか怪しい。3回じゃないでしょ。そうだわ、せっかく車があるんだから、お蕎麦を食べたらちょっと遠出してみましょう。ああ、はい。うわー、すっごい眺め。日本一高い灯台ってだけはあるね。気持ちいい。ああ、あれうちの地元の島かも。ああ、うっすら見えるやつ。うん、きっとそう。へえ、涼見ってこんな綺麗な海に囲まれて育ったんだ。東京育ちの俺たちからしたらちょっと羨ましいな。な、裕次郎、僕は東京でいいよ。うわ、海見てたらお腹減ってきた。父ちゃんが釣ってくる魚は絶品なんよ。さっき食ったばっかじゃん。あれ、そういえば内田さんは？お、やっと来た。あんたたち登るの早すぎるのよ。163段もあるのよ、階段。岩の上に鳥居立ってる。人いるね。やっぱり文明の利器が一番ね。ああ、ここうちが陸上部の合宿で走った場所だ。東京に行く前、ここを走りながらワクワクしとったな。しかしどこ来ても景色いいな。ん？あっちに見えるのは何？キララ滝っていう道の駅があるんよ。へえ、こっから1キロくらい？あ、日和？ん？うわあ、なんだよ。あ、渚！日和、何しとるん、こんなところで。渚くん、偶然ね。こんにちは、ご無沙汰してます。うちはリップリップのライブが明日あって、地元から離れとるし、まさか会えるなんて思わんかった。渚は何しとった？短期のバイトをキララでしとって、トレーニングがてら走って向かってたんだ。いた、ここにも運動部の塊が。愛憎塊って。久しぶりだな。お前らはトレーニングが足りないからライブで息が上がるんじゃないか。少しはフルスロットル4を見習え。 FT4？ 絶対俺よりユイさんの方が体力ねえだろ。僕もリオさんには絶対負けない自信がある。あの人たちは見えないところで相当努力をしてる。ライブパフォーマンスを見たら一目瞭然だ。何を言い合っとるん？渚くんいいわ。物おじしない性格もタレント向き。スカウトしたい。なんでお前にそんなことわかんだよ。ファンだからだ。僕たちのライブに来たこともないくせに息が上がるとか失礼じゃない？明日確かめさせてもらう。ああ？お前らのライブのチケットを取った。渚、来てくれるんだ。ああ、日和もライブのために頑張ってるんだろ。それを見にな。明日恥かかないように今日から始めたらどうだ。トレーニングこっちとらすでに毎日走ってるんでね。僕たちはプロだ。レッスンをサボることはないし、基礎体力をつける努力もしてる。だからお前には絶対負けてないね。お、いいね。せっかくだしみんなで走ろうよ。この道走ると本当に気持ちいいよ。前向きな気持ちになれるし絶対いい。でもな、俺と日和にこの2人がついてこれるわけないやろ。なになめやがって。やってやろうじゃん。ああ、絶対ギャフンと言わせてやる。いいわね、青春ね。じゃあ行くよ、道の駅まで競争。よーい、ドン。走るのってやっぱ楽しい。染谷くんや柴崎くん、渚も日本一のアイドルや板前を目指して頑張っとるんやもん。うちも負けたくない。もっともっと走り続けたい。もっともっと先に行ってみたい。行っちゃおう。楽しいね。くそ、早すぎだろ。涼見もどんだけいつも走ってんの？ん？俺と日和は子供の頃から毎日走っとるんだ。当然だ。渚は昔から速かったもんね。中学駅伝でもビューってごぼう抜きしてかっこよかったもん。そうか。あれは日和も応援してくれたし、がむしゃらだったから。はいはい、今日は負けを認めてやるよ。うん、だけど僕たちのやるべきことは走ることじゃない。ライブで魅了することだから。ああ、明日絶対見返してやる。覚悟しとけ渚。ああ、絶対ギャフンと言わせるからな渚。楽しみにしとるわ。楽しみにしとるけど、なんでお前ら俺を呼び捨てにしとるんや。慣れ慣れしいぞ。うちださんどうしたんですか？まずいわ、まずいわよ。先週の1ページを堪能してたらもうこんな時間にリハーサルに遅れちゃう。で、ちゃんと時間見ててくださいよマネージャー。もう。あ、でもいい運動もできたし、到着してすぐ歌えるかも。バカ言ってないで。車出してくるからすぐ出るわよ。渚、また明日ね。ああ、ライブ楽しみにしとる。愛蔵、裕次郎、しっかりやれよ。お前も呼び捨てじゃん。分かってるっつうの。僕たちのファンにならないようにね。先輩たちが悲しむから。渚に会えてびっくりしたけど、縁結びの神様が3人を会わせてくれたのかな。明日のライブうまくいきそう。じゃあね渚。出発。